自分の仕事の中で結局ものすごい重要な展覧会になったって、それが自分で分かったよ。こういう感じ。メリウスだとか。彫刻は特にその空間の場所とその同じ地続きで自分と彫刻がつながってるっていうことの面白さ、それがやっぱり植松さんの彫刻の原点かなと思いますよね。植松さんの持ち味のその展示室っていうか空間の仕組み全体、ここにこの壁があって、ここにこの床があって、ここにこの天井があって、私はここにいますよね、彫刻はここでこうやっていますっていうね、そういうその場と見る人とそこにあるものとのつながりをやっぱりすごい基本にしているところが植松さんの作品の特徴だと思うんですよね。で、そこのその特定の場所にいる喜びを引き出してくれる彫刻って言うんですかね。アイデアドローイングは見てたんですけれども、実際にこれがどういうふうにできるかっていうのは全く予想がつかなくて、完璧に浮かんだ時は本当に感動しました。素晴らしかったです。あの不思議な今まで見たことのないものを見ることができて本当に素晴らしかった。2階の奥の部屋で緊張感っていうのか、緊張感の中でもやっぱり美しさがある、まあ、そこが彼の仕事の、まあ、味噌というかじゃないかなと、もうドキッとさせられる。しょっちゅういろんなことが起こるわけいろんなことが起こるわけ。これでね、起こった時に結局どういうふうに対処するかやね。それでそれがね、結局あのまああの第一展示室のあのキーの拡大のね、ずっとあの8本の拡大がずっと水平に伸びていっと、あの作品が結局出る前いうのはもっともっといっぱいアイデア書いてたわけね。あの拡大、石と石の間に拡大を渡したり、これで拡大を立てたり、植物と植物の間に拡大を渡してまた天井に立ったり、ギリギリね、ギリギリで切羽詰まった時にね、出てくるアイデアってものすごいええねん。自分でそれは分かってんねん。そしたらもうね、ぐーっと集中するでしょ。これで出てくるねん。これでやっぱり出てくるようなね、やっぱりそれは急に出てくるわけないね。そのやっぱり自分の今までのやっぱり何十年間の経験と、そのね、全部いろんな
こう頭の中に入っておうもんとかいろんなもんそこからぐーっと引っ張り出すねんけど、結局そのギリギリに出てきたアイデアやな、いけてんねん。彼の仕事ってのはコンセプチュアルという、系譜に属すると思うんですけども、彼のコンセプチュアルのお仕事はそのアメリカのコピーではなくて、彼はよく言ってますけど子どもの科学っていうかグラビティというか重力というかその見えないものを見える化するというか、そこはもう一貫して変わらないで、あのドイツの人のキュレーターというか館長さんが言ってたんですけど、彼の作品は綺麗って言うんですよね。でそれはやっぱりそのヨーロッパアメリカ人のコンセプチュアルの人たちが持っていない、その見えないものを見える化する時の美しさ、これはやっぱり彼の、持っているもの、かつやっぱり非常に日本的なもの。ある意味そのアートというのは結局美術というのはその言語としてインターナショナルやって言われてるやん、その誰が見ても分かる、これ実際にそうなんだけども誰が見ても分かる、これところがねやっぱある意味インターナショナルではないねんな。それはどういうことかというと、結局そのさっき言ってた僕が言ってた日本人のアイデンティティみたいな、そういう中でのその自分が引きずってるものがある、日本を引きずってる。これ例えばそのポップアートというのはポップアートが出てきた、これでポップアートが出てきた、まあ一番最初イギリスポップアート、これでアメリカのポップアート、それからあれはアメリカのポップアートが出てくる結局歴史的な背景生活とか全部あるわけですよね、そこから出てきた。これ例えばボイスの作品がラードが塗ってあって、ね、そういうふうにフェルトを使ったり、これあれすごいみんなドイツ的なんですよ、やっぱある意味。これポップアートもアメリカ的やね。そういう意味では結局アートがインターナショナルで言われてるけど、アートではインターナショナルなんかないねんな。みんなあのナショナルやね。これで結局ナショナルがあってインターナショナル。これでナショナルがあってインターナショナルというのは、インターナショナルという言葉はナショナルという言葉がなかったらないわけ。それから結局国であって、それからアートにとっても一緒やん。他のデッサンとちょっと違うところがあって、それはやっぱり実現可能性っていうか三次元化ってことを頭に描き置きながら描くっていうところが、まず線の力としてちょっと違うかなっていうふうには自分は思うんですけど、でも今回出てたガラスケースの中にこう並んでたドローイングはやっぱりエネルギーの通り道みたいなのが描かれてるのかなって自分は思って、僕はあの絵描くでしょ、絵描くって紙にドローイング描くでしょ、これドローイング描いて実際に確かめもせんと直接画廊で作ったりすることあるわけね、美術館でもあんねんけど、大谷の時もあんねんけど、そうしたらねやっとったらね全然できへんことがあるわけ
あの絵ではできるねんけどドローイングではできてんねんけどあできへんわ。これで重すぎたりとかね、紙の上では描けてんねんけど実際には作られへん、そういうふうなことがそれはしょっちゅうある。メリエスの世界旅行っていう無声映画があります。14分ほどのものなんですけれども、それで音がないっていうのでピアノで即興演奏することになりました。ドビュッシーの月の光という曲があるのですが、それをまず最初に冒頭を弾きまして、あと即興でフィルムに合わせてフィルムを見ながら演奏しました。ドイツ行って思ったのはね、まあそれが一つの転換期だと思うんだけど、結局ドイツの若い作家をね、いろいろ行ってみたんですよ。そしたらね、みんなものすごいしつこいわけ。自分の仕事にもういろんなこう作家を追うてんけど、自分のこうコンセプトみたいな考えあって、もう延々それやっとるわけ、やってるわけ。ほいでこの仕事で出ていかれへん、そのね、ええんかどうか分からへんけど、それでも延々やっとうわけね。ほいでうわやっぱりこれやな思ってん。日本の場合はね、忙しすぎて結局なんか流行を追うんでもないけども、どん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 個展のたびに作品も変え、ね、全部変えていってたし、ほいでそれが当たり前みたいな感じになってて、ほいでこれをもういっぺんね、自分が一番やり始めた最初からやり直そうと思った。これなんでか言ったらね、まだやりたいアイデアもいっぱいあったのに、それもほっといて次の仕事に行ったりいろいろしてて、これ全部見直したわけ。これでもういっぺん最初からやり直したいのが僕は良かったと思う。ドイツ行ってそれは良かったと。日本人のアーティストで日本でね、展覧会ができへん、やってないと、まあやっててんけど、それはおかしいと。それから例えばドイツ人のアーティストでもね、ドイツ人のアーティストが日本に来て住み続けて作家活動するかやったらほとんどおれへん。フランスの作家にさて、アメリカの作家に、やっぱり自分の国で仕事ができて当たり前。アメリカやったらアメリカ、ニューヨークやったらニューヨークの作家はニューヨークの、わざわざニューヨークの作家がドイツに来てドイツで仕事し、住んでまで仕事せえへん。それがやっぱり自分の国で仕事できて、まず自分の国で仕事できなあかん。展覧会いうのは作家一人では絶対できへんの。結局キュレーターと一緒に、学芸員と一緒に作っていかなあかん。これがうまいこと2人でできた時はね、何人かのグループにしたってできた時には A 展覧会になる。一緒に一つのものを作るいうことやね。
それが一緒にできた時は栄転難解なのは。それからお互いにそのやっぱりこう高め合ういう感じ、それができた時いうのはええね。指でやってますね。ノリでやってる。ほんまはスティックじゃない。